軽自動車のルーツをめぐり日本と韓国が言い争った結果、韓国車産業の根本は日本の技術だった話を解説するぜ。結局日本の技術が物を言わせたのね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。早速だが霊夢、小さい車と聞いて何が想像できるだろうか？え、ミニカーかな。軽自動車のことだぜ。海外では軽自動車という規格が存在しないから小さい車と呼ばれているんだ。というのも軽自動車は日本独自の車文化から生まれたんだな。知らなかったわ。日本じゃ当たり前に軽自動車が走っているわね。今日紹介するのは韓国で販売された軽自動車だ。軽自動車の起源は韓国だと言い張る人がいて、真実を追求したら日本人には想像できない真実があったんだな。そこで韓国から日本へ留学に来た大学生の話を紹介するぜ。大学でアウトドアサークルに所属し、日本旅行を通して軽自動車のルーツに衝撃を受けたんだ。楽しみだわ。この大学生は日本が大好きな韓国人だぜ。所属していたアウトドアサークルには大好きな先輩がいて、数えきれないくらい旅に出かけたんだ。その時決まって先輩の軽自動車が一緒だったんだぜ。西に行ったり東に行ったり気分で走っていて、目的地も決めず気分で旅を楽しんでいたんだな。あらゆるキャンプ用品を積み込んでいる先輩の軽自動車があったからこそ、自由な旅ができたんだぜ。この軽自動車は先輩がアルバイトでお金を貯めて買ったから、先輩の思い出が詰まった車なんだ。自由気ままに旅をするって素敵だね。同じアウトドアサークルに所属していたとはいえ、国境を越え友好関係があるっていいわね。先輩が軽自動車を選んだ理由を聞いたら、車両価格や維持費が安かったからと答えたんだな。安いからこそ自由にカスタマイズでき、キャンピングカーとして十分目的を果たしてくれるんだぜ。カスタマイズも全て自分で行ったんだ。手作りならではの荒さもあったけど、それも一つの個性としている先輩が大好きだったんだぜ。お金がないから知恵を使う先輩だったんだ。例えば不便なところを使い勝手よくカスタマイズすることで、解決していたんだな。何でもかんでも自分でやっちゃうってすごい先輩だね。先輩はそんな才能を生かして、アウトドアグッズのメーカーに就職したんだぜ。今ではいろんなアウトドアグッズ開発に関わっている尊敬できる先輩だ。日本での留学生活が終わって韓国に戻った彼は、学生生活の思い出よりも先輩との思い出の方が圧倒的に多いんだぜ。日本と韓国は近いから、会いたくなったらいつでも来いよと先輩は言ってくれたけれど、日本を去る時はとても寂しかったんだ。よほど先輩との思い出が大きかったのね。最近の話なのかしら？今からもう5年も前のことだ。韓国へ帰国しソウル市内の会社に就職したんだが、日々仕事に忙殺されてプライベートを楽しむ時間なんて全然なかったんだな。それでもオフィスの机の上には先輩との写真を飾って、いつでも楽しかった日本旅行の思い出を振り返っていたんだぜ。僕もいつか先輩のような軽自動車を持って、いろんなところを旅してみたいと、楽しかった気分を思い出させてくれるんだ。仕事へのモチベーションにもなるわね。韓国に戻ってからもよく日本での思い出を話すんだぜ。そんなある日、口を挟んできた同僚の韓国人がいたんだな。同僚は自動車が好きで特に韓国車になると話が尽きないほど大好きなんだ。メーカーだったり新車の話題だったり、韓国車は世界から注目を浴びる技術だって語るんだな。自国の開発に誇りを持てるのは素敵なことだけどね。日本の軽自動車なんて大したことはない。韓国だって軽自動車を独自で開発したことがあるし、その性能は日本車を上回っているからな。韓国では日本のように軽自動車に乗るメリットがないから、あまり作られていないけど技術的に韓国の方がずっと上だよな。先輩のおかげで日本が大好きになった彼にとって、同僚が発したこの言葉は聞き捨てならなかったんだ。確かに見下したような発言は、日本の良さを知っているからこそ指摘したくなるわね。自分の経験から先輩の軽自動車で日本を旅していたことや性能の高さ、値段が安いのに故障が少ないこと、燃費がとても良いことを話したんだな。同僚ほど自動車に詳しくないから反論をできなかったんだが、日本の軽自動車をバカにされたことは先輩のことまでバカにされたように感じて悔しかったんだぜ。だから自分なりに韓国が開発した軽自動車が、どんな性能を備えているのか調べてみることにしたんだな。ある意味いいきっかけになったのね。調べてみると日本人には想像できなかった真実が数多くあったから紹介するぜ。韓国は確かに軽自動車を販売していたんだ。だが韓国の軽自動車は日本車の模倣に過ぎなかったんだな。つまり独自に開発したっていうのは間違っていたんだぜ。どういうことかしら？韓国は1980年代後半にキコという軽自動車を販売しているんだ。
この車種は韓国が独自に開発したわけではなく、日本の車種がベースになっているんだぜ。韓国大手の造船会社である大宇造船海洋と、日本のスズキが契約を結び開発された車だったんだ。1991年から工場で生産の開始を始めたんだな。発売当時はマイカーブームがあり、気候景気として韓国の軽自動車市場は大きくなっていったんだぜ。一部海外市場ではフィノという社名で販売されているんだ。土台になったのは日本のスズキだったのね。韓国にあるほとんどの軽自動車は日本車なんだな。日本の技術提供を受けて作られたものってわけだぜ。ベースになった CL11 型スズキアルトには、日本の軽自動車規格から直列3気筒657駆エンジンが使われていたが、ピコには大韓民国の実情が考慮されていたんだ。だから海外向けスズキアルトに使用されていた直列3気筒796駆のエンジンが搭載されたんだぜ。つまりエンジンを見れば、日本のスズキアルトより強い馬力があるんだ。馬力があるってことは排気量も多そうだね。良いところに気がついたな。韓国は山岳地形が多いから日本の排気量では足りず、ピコの生産をきっかけに軽自動車の排気量800区未満が基準になったんだな。ピコに対して韓国人はピコがカバヤする理由は、風が吹くせい右や左に回るときには、道路に手をつないでいないと転ぶなどと言われていたんだぜ。当時の韓国では一番小さい車として、からかわれていることも多かったんだ。低評価の嵐だったのね。韓国は軽自動車が不人気なのかしら？人気とは言い難いな。社会活動が多い男性は軽自動車を避けることが多く、どちらかといえば運転が苦手な女性や年寄りに人気な車種とも言えるんだぜ。そして軽自動車は安くて安全性が落ち、素人が乗る車と言われるほど、社会的にも否定的に見られることが多いんだ。というのも韓国と日本の制限速度の違いがあるんだぜ。そんなに差があるのかしら？韓国市内の制限速度は60から80キロなんだが、車線が多い道路も多く、交差点も少ないことから80キロが当たり前なんだ。日本の市内で見ると50から60キロが一般的だぜ。韓国の80キロは相当速いことがわかるよな。だから大事故につながりやすいため、安全面に不安を覚えるってわけだ。車体が弱い分事故発生時は危険が伴う認識なんだな。軽自動車は馬力が弱く、スピードが出ないって理由で避けるのね。ただ安全性を配慮するのは大事な観点だわ。韓国で軽自動車を運転していれば追い越されたり、クラクションを鳴らされたり、煽りの対象にさえされる風潮があるんだぜ。軽自動車に乗る人は、お金持ちではないと敵視されがちなんだ。こうした社会的な偏見から韓国では軽自動車が人気とは言い難い事実があるんだな。日本人が高級外車に憧れを持つ一方、韓国では生活スタイルに合わせ車種を選択する人が圧倒的に多いんだぜ。自分のステータスを表現しているんだな。韓国の需要を考えれば、軽自動車に力を入れて生産するつもりはないのね。韓国で軽自動車が売れない理由は他にもあるんだぜ。それは韓国の経済成長の影響もあるんだ。どういうことかな？韓国の軽自動車販売は1991年だが日本は1955年だぜ。年代で見ても軽自動車に関わってきた年月の差が一目瞭然にわかるよな。そして韓国では軽自動車の売り上げと経済の関わりは大きく、経済が悪い時は軽自動車がよく売れるんだ。人気度が上昇することもあるのね。ただ単純に人気が出たわけではなく、2003年の販売数によると 4.3% で年々減少しているんだぜ。2000年代後半からの景気低迷で、価格が安くて燃費が良い車に対する需要が増え、その結果に伴い軽自動車は庶民に愛されてきたんだ。こうした情勢もあり、軽自動車の人気は続くと予想されていたから、韓国市場での軽自動車販売台数を前年比8増の21万9千台と見込んでいたんだぜ。しかし軽自動車の販売台数が突然減り、予想値を大きく下回っているんだ。販売台数は16万台程度にとどまり、前年同期比 11.7% 減少しているんだな。庶民の懐事情が関係しているのね。韓国政府は改善策として、2008年から軽自動車規格を拡張し、もともと軽自動車の排気量800区とされていたが、1000区以下までとし変更しているんだ。後に詳しく説明するが自動車管理法施行規則上、厳しい基準をクリアして生き残らなければならないんだな。そのため現在韓国では国産車として3車種しかないんだぜ。なぜここまで軽自動車の普及に差が生まれたのかな？韓国では多くの自動車が日本車をベースにして製造されているんだが、ピコを初めて製造したのも経済政策があったからなんだ。韓国では自動車に対する技術水準が低く、競争力が乏しかったこともあるんだな。韓国で軽自動車が普及しない理由は一つではないってことだ。
だからこそ需要がなく新しい技術開発や、伴う投資も進まない悪循環が生まれているんだぜ。現に韓国で初めて販売されたキコは10年経ち、2001年に販売を中止しているんだな。軽自動車の概念があまり浸透していないように感じるわ。それもそのはずだ。日本は世界でも有数の自動車生産国であり、日本人にとって親しみ深い身近な存在であるが、軽自動車という概念は日本にしかないんだぜ。排気量と車体寸法に上限を設けている軽自動車という枠は、日本だけのものなんだ。韓国には似たような小型車という規格が存在するんだぜ。軽自動車の基準を見ると排気量669以下、定員4名以下の日本に比べ韓国は排気量1000区以下、定員5名以下と分類基準に大きな違いがあるんだな。日本は決められた上限の中で最良のものを開発してきたからこそ、多くの機能や性能を詰め込んだ小さい車が誕生したんだ。知らなかったわ。軽自動車はどこにでもある規格だと思っていたからね。韓国にはあまり軽自動車が走っていないのね。その通りだぜ。韓国の車道を見ると軽自動車は圧倒的に少ないんだな。韓国の自動車会社はヒュンダイ自動車とキア自動車、GM デウ自動車とルノーサムスン自動車、そしてサンヨン自動車の5社があるんだぜ。ヒュンダイは三菱と、キアはマツダと、GM デウは日産そしてトヨタと、サンヨンはメルセデスベンツと技術援助により開発を行ってきたんだ。韓国独自というより、他国の技術を借りて車市場を盛り上げてきた背景があったのね。韓国でこれまでに生産されてきた軽自動車は10種類あるんだが、生産中止などを理由に現在販売されているのはモーニング、レイ、スパークだけなんだ。モーニングはキア自動車が製造していて、日本の軽自動車とホンダフィットのようなコンパクトカーの中間に属する車種だぜ。レイは KIA が製造し、2011年から販売を始めているんだ。背の高いフォルムで日本の軽自動車で言うと、ダイハツタントを彷彿させる車種だな。スパークは韓国 GM が製造し、ダイハツムーブに似た車種だ。それぞれデザインや乗車感、空間に特化していると言われているんだぜ。韓国の軽自動車は3車種しか残っていなかったのね。2023年に韓国ソウル経済は韓国の軽自動車市場が再び低迷していると発表したんだ。今年1から5月に韓国内で販売された乗用車は、639,432 台と前年同期比 8.9% 増加しているが、軽自動車は前年同期比 8.2% 減なんだぜ。台数で言うと 5,562 台にとどまっているんだな。昨年の販売数は4年ぶりに13万台水準に回復したが、今年は11万から12万台にとどまると見込まれているんだ。予想を大きく外れたのね。韓国自動車市場は大型化と高級化により、軽自動車を敬遠する傾向は当面続くと言われているんだな。これに対して韓国ユーザーからは、軽が1000万ウォン約111万円を超えたら軽と言える？価格は高いくせに、めちゃくちゃ小さくて安全性も低いとの声もあるんだ。消費者の傾向も変わったのかしら？中型や大型が好まれるのは、所得水準が高まった影響があるんだな。旅行に行くために車に荷物をたくさん積むようになり、サイズが大きいスポーツ実用車の人気が上がった。国内自動車業界のある関係者は、これが大きな影響だと述べているんだ。確かに利用目的を考えれば、軽自動車の選択肢は自然に失うものかな。それに韓国の消費者は振り心地を重視しているため、小型車市場が成長できなかったのもあるとメーカーの役員が発言しているんだぜ。振り心地とは他人に見られることなんだ。つまり周りの目を気にして軽自動車を選択しない人が多いってことだな。その一方日本国内での軽自動車は人気が高く、国内の新車登録のうち約4割が軽自動車であると言われているんだ。新車でも200万円以下で買える車が多く、維持費が安く小回りが効いて操作性が良いのが軽自動車だな。特に狭い道路だと車体が小さい分、軽自動車の方が運転しやすいこともあるわね。でも日本で軽自動車が人気なのはなぜかしら？さっき説明したように海外には軽自動車の定義がなく、小さい車と言われるんだ。日本では道路運送車両法という法律で自動車やバイクは細かく定義されてるんだぜ。もっと詳しく言えば普通自動車と小型自動車、軽自動車と大型特殊自動車、小型特殊自動車の5つに分けられているんだな。日本も移動手段がバイクだった頃は軽自動車さえ存在していなかったんだ。当時の日本政府は戦後の復興と経済成長のために庶民向けの自動車開発を始めたんだぜ。1955年スズキが開発したスズライトという軽自動車が、庶民向け車としては第一号だったんだ。ないものを開発しようとする日本人の意欲があったから、軽自動車が誕生したわけだね。
日本の軽自動車は自動車税や保険料が安いなど、独自の優遇措置が取られているが、日本独自の法制度や税制による規定があるからなんだぜ。もしもこの優遇措置がなかったら、近年のような軽自動車の発展はなかっただろうな。韓国の税制度はどうなっているのかな？現行の自動車税は排気量が 1600cc を超える車両について、1年に 1cc 当たり200ウォンの税金を課しているんだ。同僚の勘違いを正すために、これらの説明をしたところ鳩が豆鉄砲を食らったように驚いていたんだぜ。反論しようとスマホで検索を始めたが、調べれば調べるほど自分の発言に間違いがあったことが、確信へと変わっていったんだな。日本が大好きだからこそ真実を知ってほしいと思って指摘したのね。その一方で何の疑問も持たず、情報を鵜呑みしてしまう韓国人もいるのかと思うと悲しみが込み上げてきたんだ。日本への留学経験もあり、多くの日本人と関わったからこそ世界が韓国をどう見ているのか、多少は理解しているわけだな。韓国に生まれ暮らしてきたからふるさとの発展を願うのはもちろんだが、韓国を良いように見せた誤りだらけの情報は、何の意味があるんだろうと思ったんだぜ。その通りだね。誤った情報は何の知識にもならないわ。韓国国民を欺くことができても、海外の人には無茶苦茶で滑稽にしか映らないものだと確信したんだ。日本人の先輩はこんなことを言っていたんだな。金を使えば大抵のことは解決するけど、それじゃあ何も面白くないし自分のためにもならない。頭を使えば結果がどうであれ何かしら身につくはずだ。良いこと言うわね。日本留学以来、5年ぶりに日本を訪れ先輩と再会した韓国人は、これまでの思い出話や苦労話を語り合ったんだ。日本人から見て韓国はどう見えているのか尋ねたところ、韓国人でさえ納得する答えが返ってきたんだぜ。気になる内容だわ。日本と韓国に違いがあるとすれば、それはものづくりに欠ける姿勢だと思う。日本は必要なものや求められているものに応えるために、独自の研究開発を行う。それは自動車だけではなく、日常品から環境問題に対しても変わらない。ありとあらゆる視点から追求し試行錯誤を繰り返して技術力を蓄えていくんだ。韓国にそんな姿勢があるのかどうか、それは知らないけど差があるとすればそこだと思うよ。そう聞いて、先輩の言う通りだと納得したんだ。開発にかける熱意が違うわね。納得する韓国人は彼だけじゃないんだ。他にも若い韓国人が日本で軽自動車に乗って衝撃を受けたエピソードを紹介するぜ。日本で開催されるオンラインゲームに参加するため、日本に来日した時のことだ。ゲームの中で交流があり日本人の友人がいたんだぜ。その日本人が迎えに来たのが軽自動車だったんだ。韓国人は乗り込んだ瞬間びっくりしたんだな。それは軽自動車というものの車内が広かったからだぜ。シートのリクライニングやスライドもスムーズで、ドリンクホルダーなど収納も充実していたからだ。小さいとはいえ車内を広く使えるために、機能が充実しているものね。途中渋滞に巻き込まれながらも、軽自動車の小回りさを利用し狭い路地を走ったんだな。韓国では普及していない軽自動車の快適さや性能に驚きの連続だったわけだぜ。あんなに素晴らしい車をバカにしていたなんて軽自動車はデザインが独特で可愛いなんていう韓国人の声が上がったんだ。韓国は独自のアイディアを追求するよりも、他国から伝えられた既存の技術を模倣して開発を行っているんだな。それなのに自分たちが生み出した技術であると胸を張っているんだ。どれだけ開発されたものが万人受けする商品やサービスだろうと結局は模倣だぜ。決してオリジナルを超えることはできないわけだね。コピーを繰り返せばどんどん画像が劣化していくのと同じことなんだな。売れそうなものに目星をつけ、真似したところで意味がないってことだぜ。軽自動車は日本でしか新車として買えない、乗れない、いわゆるガラパゴス車なんていうイメージを持っているユーザーも多いんだ。独自の自動車文化を築き、数多くの名車を生み出してきたのは揺るぎない事実だわ。そしてそこには多くの技術者たちの、たゆまぬ努力が凝縮されているんだな。日本独自の文化である軽自動車の発展を、これからも見守っていきたいぜ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。